皆さんこんにちは。アサルトリリーで一つ柳リリ役を演じております赤尾ひかるです。そしてはい、皆さんこんにちは。 D4DJ で相本リンク役を演じております西尾優香です。はい、今日は東京ドームシティギャラリーアーモで開催されるリリー展 in ギャラリーアーモと D4DJ 展 in ギャラリーアーモを私たち2人で紹介していきたいと思います。はい、ではでは早速行ってみましょう。はい、リリー展のご紹介は私赤尾ひかるがいたします。はい、こちらでは、リリとゆゆ様がお出迎えしてくれます。早速ですね。はい、あ、そしてリリー展 in ギャラリーアーモへようこそってありますね。はい、リリーちゃんとゆゆ様はどういう関係なんですか？はい、学校で言うと先輩と後輩の仲なんですけども、うん、まあ、この学校は姉妹制度である出演ゲルっていうちぎりの制度があるんですけど、うん、まあ、そこでは特別な信頼関係だったり愛があると結べるような特別な絆で2人は出演ゲルの中を取り持っております。あ、なんか素敵な関係ですね。はい、そしてここではなんと写真が撮れそうな感じなんですかね。うんうん、そうですね。では私たちも写真を撮っちゃいましょう。これは何ですか？はい、こちらはなんとヒュージといって、私たちリリーが戦っている謎の巨大生命体でございます。おー、で、ね、このヒュージから地球人類を守るのがリリーの使命でもありまして、で、このヒュージは今全長3メートルのバルーンとしてここにいるんですよ。おー、戦ってるんですね、この大きさと。ただ、このヒュージは割と小さい方で、結構本編とかゲーム内ではもっと大きいヒュージも出てきちゃいます。うわ、これでもちっちゃい方なんですね。まだ大きいですけど。そうなんですよ、全然上まで届かないんですけど、もうリリーたちはひたすらに倒しちゃってますよ。すごい。はい、ぜひ皆さんもリリーたちの気持ちになってヒュージを見上げてみてください。こちらは、来場者参加型の展示でございます。テレビアニメアサルトリリーブーケで印象的だったソメイヨシノをイメージした展示です。うん、かわいいですね。壁にお花がポンポンとあるんですけども、でもまだ完成ではなく、はい、こちらのね、ステッカーを来場者の方に1枚ずつ壁に貼っていただくと満開のソメイヨシノが咲いちゃいます。おー、ではね、最初のお花は私たちが咲かせたいなと思います。はい、では私上の方に貼りたい。よし、なんて書いた？来たよって書きました。お姉様って書いた。あー、いいですね。へい、お、ど真ん中、いいですね。じゃあちょっとここに。あ、かわいい。はい、咲かせました。はい、すごかったですね。すごいいっぱいで、しかもここですよね、うん、もう満開になった状態見たいなって思っちゃいます、うんうん、もう一回来たいですね。ですね。はい、またこの他にもリリー展ではキャラクター大集合のパネル展示、舞台衣装、チャームの展示、そしてアニメにも最終話出てきたあのチャームもあったりしますよ。おー、アサルトリリーブーケ資料コーナーなどなど見どころ盛りだくさんです。ぜひご来場ください。以上、リリー展 in ギャラリーアーモのご紹介でした。
い、というわけでここからは D4DJ 展 in ギャラリーアモをご紹介していきます。はい、はい、入り口にはまず巨大リンクちゃんと京子ちゃんがお出迎えしてくれております。かわいい。そして入り口でこのような紙をいただきました。ハピアラからの挑戦状ということで、こちらはリンクたちハピアラのみんなで考えた、謎解きになっているそうです。おーすごい、私もぜひ挑戦してみたいです。これ楽しそう。じゃあ早速やっていきましょう。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ということでこちらは D4DJ ではおなじみリンクたちが所属するハッピーアラウンドのみんながたまり場にしている喫茶バイナルとなっております。おこちらレトロな雰囲気の喫茶店ですね。古き良き感じになっております。マスターが映っていると思うんですけども、いらっしゃいって言ってますね。ちゃんと吹き出しが出てる。そんなマスターと一緒に写真を撮ってみたいなと思います。はい、ここでハピアラからの挑戦状やっていきたいと思います。はい、喫茶バイナルにいるマスターの目線の先、目線の先お、あそこに何か貼ってあります。あ、あれだね。お、なんだ。はい、ということで皆さんここからは会場でぜひ探してみてください。はい、私たちも後でやります。やります。続きましてはこちら、じゃーん、すごい、ずらーっと並んでおります。はい、こちらはアニメの名場面をたくさん並べていただきました。たくさんですね。そうなんですよ、みんな表情豊かで、どれも見るたびに、あー、こんな話あったなって思い出せます。中でもちょっとご紹介したいシーンがあるので。はい、いいですか。あ、ぜひ。私の紹介したいシーンはこちらです。4人で活動しているんですけども、この3人がハッピーアラウンドっていうユニット名にしようって提案してくれた瞬間、そしてその後のリンクの顔がこちらになっております。キラキラ、かわいい。もうテレビで見た時も、あー、リンクよかったねっていう気持ちになりました。皆さんもぜひお気に入りのシーン探してみてくださいね。こちらをご覧ください。リリー店、D4DJ 店ともに可愛いグッズがたくさんあります。グッズ情報は概要欄ホームページをご確認ください。リリー店、D4DJ 店ともにチケットは CN プレイガイドにて好評発売中です。詳しくは概要欄と公式ホームページをご確認ください。はい、というわけでリリー店と D4DJ 店の見どころをご紹介していきましたが、西尾さんいかがでしたか。いや、もういろんな展示があって、それぞれの世界観にすごく浸れて、すごい楽しい気持ちになりました。赤尾さんどうでした。いや、私もこんなに一面世界がキャラクターたちでいっぱいになってて、こうアサルトリリーのもうゲームのキャラクターもそうだし、あの D4DJ の衣装もすっごい間近で見られるの初めてだったので、すっごい嬉しかったです。はい、はい、ご紹介したように D4DJ 店もリリー店も大注目の内容になっておりますので、ぜひぜひ皆さんご来場お願いします。ではでは、バイバーイ。